はい、では皆さん、こんにちは、こんばんはございます。ムチゲームズのムチです。今回なんですけども、アニバーサリーについてね、動画撮りたいなと思います。ということで、今ね、アニバーサリーの選手がね、決まったところなんですけども、まずアニバーサリーのね、登場時期に関しては、11月のね、最初の方に登場してくるんじゃないかなと思います。昨年はね、11月の2日から第1弾が登場していて、第2弾がね、11月の9日に登場していたんで、今年もね、11月の初め頃にね、登場してくるんじゃないかなと思います。今回もね、各球団2人ずつ選ばれてるんで、第1弾第2弾でね分かれて登場してきて、あとはね無料10連とか、あと累計で獲得とかもできますし、あとなんといってもねガチャシステムが30連目で S ラン確定と、60連目でね10チーム S ラン確定ということで、かなりね熱いのかなと思います。無課金税微課金税がねやっぱガチャを回すべきガチャとしてね本当に上げられてるガチャですし、アニバーサリーね、本当に写真もかっこいいですしね、特殊能力もねかなり強い、宿縁というね、ピッチャーだったらかなり強い特殊能力なんで、無課金微課金税、あとはリアタイ税でもね、リアタイで一気に参るっていう選手も多いと思うんで、アニバーサリーに向けてねエナジー貯めていくのはめちゃくちゃおすすめかなと思います。1500エナジーね貯めれれば、1段でね好きな選手取れますし、2段ともね、好きな選手を取りたいって場合は3000エナジーですね、3000エナジーを貯めれば、どっちもね好きな選手獲得できますし、あとはですね無料とか累計でも獲得できる可能性はあるんで、あとね通常で排出されてる選手なんでね、結構比較的に限界突破もしやすいと思いますし、累計とかでもね A ランクも獲得できるんで、そういった面では本当にアニバーサリーはね、1年で一番無課金税に優しいというかおすすめなガチャになってくるのかなと思います。なんですけどもね、今回はその中でも、まだ登場前ですけどもね、僕個人的にね、獲得おすすめ選手を何人かね紹介したいなと思います。今回はねちょっとパリーグ編ということで、パリーグの方の、動画撮りたいなと思うんで、ぜひよかったら皆さんチャンネル登録とあと高評価の方よろしくお願いします。それではどうぞ。ということで、まずなんですけどもね、登場選手に関しては今多分画面の方にね貼ってあると思うんですけども、このように形になっています。結構ね強い選手いるんですけども、まずパリーグなんですけどもね、まずはレイエス選手がね今年っていうか、まだプロスペースで登場していないんで、どのようなね能力になるか分かりませんけども、今現在ねまだ20号には行ってないんですけどもね、17号とか16号とかかな、結構今最近ね調子も良くて、打率も上がってきてますし、ホームランもね増えてるんで、僕ハム日ハムファンなんですけどもね、レイエス選手活躍してきてますしね、プロスペースでもね、かなり期待できるかなと思います。あとはね万波選手かな、日ハムの万波選手に関しては、今年のねシリーズ1からパワーヒット降格打法になっていて、今ねパワーヒッターの強化もあるんでね、かなり強くなっているんで、ハム純正的にはねかなりおすすめかなと思います。ただね存在感も結構強いんですけどもね、野手バージョンはそんなかな。あと特殊の能力がね、昨年同様の祝宴の能力になった場合は祝宴の方が強いかなとは思うんで、今年もね祝宴で登場してくることをね期待したいなと思います。特にねピッチャーのバージョンの祝宴がかなり強くてね、相手のパワーをね結構下げれるんで、ピッチャーの祝宴はね結構貴重かなと思うんで、特にね投手はね結構大事になってくるかなと思います。パワーとニートも中段か、これ野手ももうちょい強くしてもいい気がするんですけどもね、今年もしかしたら改善とかもあるかもしれない なと思います。あとは西武の平選手かな、平選手もね今年からツーシームとかついてかなり強くなっているんですけども、平選手もね祝宴これについたら高速球タイピン祝宴なんで、パワーねかなり下げれますし、タイピンも持ってるということで、平選手結構化けそうですね。先発と中継ぎも適性持っているんでね、私立はまだ分かんないんですけども、平選手結構化けてくるかなと思います。続いての浅村選手ですね。浅村選手に関してもね、今サードがメインになってるんですけども、もともとねセカンドだったんですけどもね、セカンド適性 C ありますし、広角打法パワーヒチャンスなんでね、これが試験に変わったとしても全然強いかなと思います。あと能力もねデフォルトでプラス1されているんで、なかなかね結構熱くなってくるんじゃないかなと思います。楽天純正とかのねまだ持ってない方は今のうちにね取っとくべきなのかなとは思います。あと鈴木空選手とかもね結構強いんですけども、前よりは弱体化してるような気がします。続いてねソフトバンクですね。ソフトバンク近藤選手かな、近藤選手山川選手なんですけども、どちらも文句なしに強いのかなと思います。山川選手に関してはもう私立登場してるんですけども、ミートは下がってるのかな、けどねそれでもかなり強いですし、ソフトバンクバージョン、セーブバージョンの方がね確かに強くはあるんですけどもね、それでもだいぶ強いかなとは思います。
まあ、プルヒね、まあ、好きな方もね結構いると思うんで、まあ、アーティストプルヒ結構飛びますからね、まあ、おすすめな選手かなと思います。まあ、あと近藤選手ね、まあ、近藤選手に関してもバケモン級に強いんじゃないでしょうか。デフォルトこれにプラス1されますし、まあ、守備能力も文句ないですしね、対エースが宿命になるとしてもかなり強くなってくると思うんで、まあ、近藤選手はね、まあ、おすすめな選手の一人かなと思います。続いて外選手ですね。まあ、外選手に関しては今年も私立ね最近登場したんですけども、まあ、見てもらったらわかる通りね、ミートがめちゃくちゃ上がっていて、まあ、もちろんね TS よりはねパワーが低かったりはするんですけども、まあ、それでもだいぶ強いかなと思います。まあ、特殊能力も文句なしじゃないですか。この強さは広角超広角なのは熱いですしね、まあ、アーティストも下位ですし、まあ、TS の方がね確かに強いのかもしれませんけども、圧倒的にロッテ純正とかはねこれは必須級になってくるんじゃないでしょうか。まあ、続いてねオリックスですね。最後オリックスはね宮城選手もリアッタイねそこまでかな、まあ、西川龍馬選手かな。まあ、西川選手は、ね、広角打法持ってますし、まあ、乱闘がねラインドライブに変わってくれたらめちゃくちゃ熱かったんですけどもね、今のとこ変わりはないんで、まあって感じですかね。まあ、オリックス純正もねやっぱ外野手は熱いんでね、オーダー入ってくるかって言われたら結構微妙なラインになっちゃうんですけども、まあ、それでもね、まあ、能力が強いことには間違いないかなと思います。まあ、パワー比はね強化されたんですけどもね、中段度は全然強化されていないんで、うーんってところはあるんですけどもね、まあ、守備は結構特殊したら B 乗るんでね、そこは熱いかなと思います。まあ、ということでね、今見てもらったらわかるんですけども、かなりパリーグもね、強い選手がね、いますし、まあ、これはね、特に準ステージとかね、全然取りに行く必要はあると思いますしね、まあ、リアタイゼとかでもね、まあ、誰だろうな、外選手とか、まあ、あとは山川選手、近藤選手、あと平選手とかもね、まあ、個人的にはね、アリバの、影響を受けてね、一番強くなりそうなのは、恩恵を受けて一番強くなりそうなのは、平選手かなと思います。まあ、平選手ね、僕自身ね、まだ持ってないんですけども、今後ね、使ってみたい選手の一人ですしね、もしかしたらデフォルトね、もっと上がる可能性もないか。確か怪我しててね、なかなか登板してなかった気がするんですけど、僕もあんま最近プロ野球見てないんでね、あんまわかんないんですけども、まあ、平選手ね、まあ、ちょっと今後、あんま出ない可能性もあるんで、アリバーサリーで取っとく必要はね、あるのかなと思います。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ皆さん、チャンネル登録、登録とあと高評価の方ね、よろしくお願いします。はい、登録者もね、まあ、とりあえず3万人目出してね、頑張ろうと思ってるんで、よろしくお願いします。かなり減っちゃってますけども、ここから巻き戻していきたいなと思います。最後にちょっと雑談しようかなと思うんですけども、どうしよう、話すの何も決めてなかった。もうそろそろ夏終わっちゃいますね。うん、もうどうだろう、関東とかだったらめちゃくちゃまだ暑いかけど、もう今日でね8月31日終わりだから、まあ、関東とかね本州の方の、まあ、小学校とか中学校高校夏休みももう終わりじゃないですかね。まあ、ただね今最近ね気温めちゃくちゃ暑いから、なんか夏が終わったって感じ全くしないですよね。うん、夏いいですね。まあ、春夏秋冬で一番好きなのは、まあ、夏かな。夏が一番好きかも。冬が一番好きじゃないかな。まあけどね、もうそろそろ秋ですけど、まあ、秋もね、いいところありますしね。まあなんか秋、なんだろうね。秋ってさ、星めっちゃ綺麗なイメージっていうか、星綺麗なんで、秋は結構。星ね、めちゃくちゃ星見たいですね。うん、天の川とかめちゃ見たいです。まあ、あとね花火も今年見に行きたいなと思います。皆さんもぜひ今後何するか教えてください。それではおちち。